そりゃさ、君にあんなことを言われたら、僕だってやっぱり思うことはある。だけど僕は強く言えない、そのことを君は知ってるから、ああいう態度を取るんだな。
何の解決にもならなくて、どうすれば、ああ本当にごめんよ、何度言っても言い足りないほどに、その時君の声に呼ばれるようになぜか君が帰ってきた。